はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、今こちら後ろで編集をしております相模原にございますメンデル相模原店さんにお邪魔いたしました。で、今回はね、以前からもね、お世話になっている高田馬場にございますデブちゃんさんの、オーナーさんでございますカイさんと一緒にね、こちらのメンデルさんでラーメンを食べてまいりました。今日の撮影に関しては営業時間中でしたので、あまり喋らずにもう黙々とね食べておりますので、味等の説明については、久しぶりにアテレコでちょこちょこと入れていこうと思っておりますので、そちらもね合わせて楽しんでいただければと思います。それでは本編の方へどうぞ。いただきます。いただきます。ということで、まずはねこちら1杯目小ラーメン豚からいただきますが、もうね具材がいっぱいすぎてスープも麺もすくえない状態となっておりますので、ひとまずね上に乗っかっているこちらのチャーシューからいただきます。いただきます。プリプリの脂身と旨味の強い赤身、これ最高にうまいチャーシューで何枚でもいけちゃうタイプですね。このスープがね、まためちゃめちゃ好みなんですよ。キリッとした醤油感が残っていて、甘みはかなり抑えめでございます。二郎系のスープって甘みが強いものが多くて、一口目からね、インパクトはすごく強くて中毒性はあるんですけれども、最後の方はね、重たくなってしまうスープが多い中で、こちらのスープは甘みがね、抑えられているので、旨味を感じながらも最後まで飽きずに飲み干したくなるようなうまいスープに仕上がっております。こちらメンデルさんの極太麺は自家製麺なんですけど、またこれがうまいんですよ。外側のもちもち食感と中心のごわっとした強い食感、この2種類の異なった食感も噛んでるとすごく楽しいですし、何よりも麺の香りがめちゃめちゃ強いんですよ。醤油の香りが強いスープにも一切引けを取らずに、小麦の香りがね噛むたびにブワッと押し寄せてくる、この感覚はねたまらないですね。これハマりますね。いや最初卓上にホワイトペッパー置いてあったんで、うん？って思ったんですけど、確かに食べてみるとこの醤油の
グッとしたこのキレがあるんで絶対ホワイトペッパー合いますね。でも僕はあの試す間もなく終わってしまいました。最初ホワイトペッパーが卓上にあるのを見た時に二郎系で意外だなと思ったんですけれども、食べたら納得いたしました。やっぱりね、醤油感が強くて肉感もしっかりあるので、このホワイトペッパーがね絶対合うと思うんですよ。ただ僕の場合はね、このラーメン好みすぎて夢中で食べてもうね気づいた時にはなかったんですよ。なので皆さんはね、ぜひメンデルさんいた時にはこのホワイトペッパーも試してみてください。2杯目にいただくのがこちらの特製つけ麺でございます。つけ麺の一口目はもちろんいつも通り麺からいただこうと思いますが、見てください、この麺本当に魅力的なんですよね。またこの麺の茹で加減が絶妙で、ラーメンに比べるとおそらく茹で時間はかなり長めには取ってあるんですけれども、締めている分外側はねもちもち度が増しているんですが、中心のコシはもちろん強く、ラーメンと比べても表面の溶け具合がさらに上なので、締めた麺なのにもかかわらずラーメンにも負けないぐらい小麦の香りをしっかりと感じます。あ、スープうまっ。ベースはラーメンと同じ醤油系なんですけれども、そこに辛味と酸味が加わっておりまして、これがね思ってる以上に重くないんですよ。つけ麺なんでね、ラーメンに比べると塩分は高いはずなんですけれども、なんかねそのまんまでも飲みたくなっちゃうようなしょっぱめなんだけど、さっぱりしていてどこかね懐かしくて飲みたくなってしまうようなつけ汁に仕上がっておりまして、またこの麺の甘みと合わさるとね、こう旨味が爆発するんですよね。これがね、マジでうまいっいいよ。うわ、
ということで本日ラストの3杯目はこちらの限定ラクサでございます。これがねマジで秀逸すぎるメニューでした。一口目はトッピングの鶏肉からいただいたんですが、この鶏肉がねもうジューシーで柔らかいんですよ。低温調理で作られたこちらのチャーシューはチーズにも似た風味で、ほんのり発酵した乳製品のような感じの香りがして、鶏肉のね臭みが全くないんですよ。もったりしてるんだけどどこかさっぱりしている味わいになっていて、これがね何枚でもいけちゃうんですよね。うわやばスープです。控えめに言ってこのスープやばいです。ココナッツミルクの香りが効いたかなりね濃厚なスープに仕上がってるんですが、レッドカレーとかマッサマンカレーとかに近いような濃厚なんだけど飽きが来ずにまた次にまた次にって癖になるような味わいになってまして、ただこちらのスープの真骨頂はまだまだこっから先でございました。麺をかけ上げると下に沈んでいた醤油のタレがね上に上がってくるんですけど、そうすると一気に風味が変わるんですよ。さっきまでは完全にシンガポール異国の風味だったんですけど、ラーメン感が爆上がり、もう日本のラーメンになりました。この食べてる最中も味が変化していく感じがもう本当にね食べていて楽しかったです。限定のメニューなので皆さんにねこう食べてくれとは言いにくいんですけれども、もしねこれが販売した際に行けるってなった時はね絶対に食べてほしい一杯ですね。ということで本日の動画は相模原にございます、こちらメンデル相模原店さんにお邪魔してきまして、通常メニューのラーメンとつけ麺、そして限定メニューのラクサの3枚をいただいてまいりました。こちらのメンデル相模原店さんもずっとね行きたいなと思ったんですけれども、なかなか行ける機会がなくて、今回デブちゃんさんのねオーナーさんでございますカイさんにお声掛けをいただいて、行けることができたんですけれども、まあ美味しかった、本当に美味しかった。いわゆる二郎系というね、僕なんかも慣れ親しんだこの甘みがあったりとかしょっぱみがあったりとか、いろんな特徴があるとは思うんですけれども、こちらメンデルさんのメニューはねまた新たな二郎系の良さを発見できる、そんな素晴らしいメニューでございました。
ぜひね、お近くに住んでいる方はこちらのメンデルさんで美味しいラーメン、そしてつけ麺と食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。すいません、ごちそうさまでした。うまいっすね。うまいっすね。ああ、うまかった。